万水、松本美希一、松本美希一大正4年2月27日は、江戸時代末期から、明治時代における、出版人、国文学者、漢学者、陽名を、か一郎と称する。号は、とどろき県、または万水。娘の松本初子は、歌人として知られる。父は新蔵、母は、大高市。大阪斎東町の町会所である品の屋に生まれる。 安政三年に、樹者の内村鈴木公の門人となる。慶応二年に、父、心蔵が亡くなり、十七歳で家を継ぐ。同年、長崎奉行支配組頭、吉岡牛虎太夫が、公務のために、品の屋に、大流の折、菅一の侍らしい態度を気に、入り、西洋の近所や日本の休務を解く。菅一は、話に感じて、吉岡に頼みその用人となる。 明治元年、大阪裁判所に出資し行政を司る。明治3年に、東京へ出て、別種組に入り、イギリス公使館に勤務する。当時公使館の初期アーネスト佐藤のために公典を講じていた市川清流について、古典、交渉の額を納める。死の言葉に従い、西洋の辞書に習って、国語辞書を編纂するために、言語学の研鑽に励み、 明治8年には、京都に、語源の調査に赴くが、辞書編纂の事業は廃止のやむなきに至る。明治9年10月、司法省出資として、福山裁判所に赴任。その後、函館裁判所に転任。明治10年10月、職を辞して、東京に戻り、山田慶造が創立した、啓蒙社に入り、活版印刷の事業に従う。明治十一年に、 竹中邦香が国分社に参加をして、自母を作ることを企て、偽字や俗字を廃止すべてが、政治による国分社活版の名声が広がる一助となった。この時期、旧友である木村塔が大阪に新聞社を経営するという、志に賛同し、その父、木村平八を説得して出資させ、活人殺機や職工を揃え、 明治十二年一月に大阪朝日新聞の第一号を発刊した。この号の大事に、米仏の法上の文字と足場の字門を選んだのは、寛一であったという。明治十三年に国文社の観光課長となり、第二海内国官業博覧会を開き、そこに、封都印刷機一台を出品し、活版印刷の元凶を示す。明治十六年春に新しく朝日新聞の、 経営者となった村山隆平からステレオタイプ製造について相談され、9月に大阪朝日新聞に入社し印刷化取締りとなる。明治17年12月、朝鮮の更新政変について講師に同行し、ハンスンで取材したのが記者生活の始まりである。明治19年、宮内省が全国の宝物を調査するのに合わせ、 社名を受けて委員に随行し、なら、高野さんの放送の会長に立ち会った。それから、日本美術の研究に目覚め、明治23年に美術雑誌、国家の観光に尽力し、大阪に万水堂を創立して、雑誌販売に当たった。後年、大日本美術協会の特別会員に挙げられたのは、その功績による、明治29年、木村塔が起こした。 木村郷市会社に入社し、明治33年に東京へ移住する。この頃から美術工芸品の収集に努める。大正2年より廃病を患い、その2年後に英民、池上の長英寺に葬られた。去年66。元国学、漢学の延長線として始めた古器物、美術品の鑑定によって一家をなすところとなる。 その趣味は音楽に及び、自唄、重田優説、一中説、加藤節を習得した。武道にも心がけ、座相撲では自ら天下無敵を称する腕前となる。伊庭宗太郎が、大義士の星徹を視察した時には、天下なおこの野ごとき騎士あり、モテイを通用するにたるといい、野木真れスが、 明治天皇に順ずるとその肖像を乱馬に掲げて、朝夕とこれに気配し、月明日には、爆藩と疎祭で祭り死ぬまでやめなかった。その死後にまとめられた、美貌録画、と、はずがたりとして交換された。この本について、森先蔵は、内容が豊かで、趣味に富むことを特徴としてあげ、矢野流敬の、出たらメの気に劣らない、と評する。ありがとうございます。